ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデスベンツ S580 フォーマチックロング2022年式1万キロ超車両の車両になります。はい、ですね、多分デカすぎて画角もパンパンかと思うんですけれども意外に S クラスの紹介多分そんなに2回目か3回目ぐらいなんですよね。あ、車両紹介はそうですよね。多分カスタムの方の紹介は多分何度か今までもあると思うんですけど、車両紹介としてはそんなに多くないのかなと思います。そして今回ご紹介させていただくのが580のロングということで、はい、ボンド的にはベストバイなグレードかなと思います。 S クラスのところを振り返りたいんですけど、当然ショートとロングがありますよ、うん、寸法に関しては110ミリロングとショートで違ってくると、うん、であとはラインナップ全て今回223になってからフォーマチックになったんですね。そうです、はい、だから肉の設定がない。ない。そして右ハンドル追加されたと、はい、先代がなんかフォーマチックだともれなく左ハンドルなんですけれども、今回この方から右左選べるようになったと、はい、で今回ご紹介させていただくのは左ということで、こんな車をご紹介させていただきます。今回の S クラス、ただの223 S580 じゃないんですよね。はい、まあもう見ていただいてる方はもう薄々気づいてると思うんですけど、なんと今回の車はブラバスのもうほぼ全てのパーツがついてる。そうですね、外装はもうほぼほぼ入ってます。コンプリートか外装コンプリートと言っていい個体じゃなかろうかと思いますので、はい、そういったカスタムの部分も今回含めてご紹介させていただきます、はい、でまずフロントしっかりついてますね。はい、はい、もうしっかり動画ここにエンブレム入ってますけども、はい、ブラバスのまずリップスポイラーがついてると、はい、これ池ちゃん金額見ましたか？定価。ごめんなさい、金額まではちょっと後で確認してください、はい、結構えげつない金額です、うん、リップスポイラー結構いい金額しますねっていう、はい、というわけでブラバスのリップがついてる、はい、で今回これボディ同色で、そうなんですよね、はい、取り付けがされてるんですね。もともと樹脂の部品なんで、はい、まあ、その好みに合わせて塗って付けることができるんですけど、はい、今回白でだからちょっと低く見える。そうですね、結構、まあ、ついてるなっていうのがもうすぐ分かる、一目で分かるような感じなので、これはこれでまあいいのかなと思います。まあ、あとは仕様変更したい場合は塗るのもありかな、うん、例えばその黒く塗ったりだとか。そうですね、まあ、後ほどご紹介しますけど、まあ、他の部分と兼ね合いとか見ながら、まあ、黒にしたい人は黒でもいいのかなっていう。そしてですね、池ちゃん、はい、ブラバスのリップスポイラーもう一つ重要なのが、最近ブラバスめちゃくちゃ人気じゃないですか、はい、これ日本にとどまらず世界中からすごい支持を得てるわけじゃないですか、はい、ただ同時にコピー商品も多い。そうですね、はい、なんかもうシルエットが似てるやつもあれば、うん、もう完コピされてるやつもある、うん、で今回のはもうボンドチャンネルで安心してる個体ですから、はい、僕鑑定しました、本物です、はい、というわけで、まあ、しっかり見分けるポイントとしてはこの辺だったり、はい、偽物結構フォントがいい加減だったり、その辺の作りがずれてたりとかってするんですけど、はい、でもう一つはこの下裏側ですね、裏側にちゃんとブラバスの刻印が入ってるんですよ、ね、はい、なんでまあそこまでコピーされてるものも、うん、まあ、もしかしたらあるかもしれないですけど、うん、まあ、基本的にその辺見ていただければ分かるかなと。あともう一点、このバンパーインサートも、はい、ブラバス製ということで、はいはい、というわけでこの辺もついてると。であとはこの辺に今回合わせてナイトパッケージはついてないんですけども、そうです、はい、ナイトパッケージ風に各部が黒くなってるということで、はい、この辺だったり、あとグリル、そうですね、グリルも、まあ、あとこの辺だったり、はい、各部メッキパーツを消し込んでるわけです、はい、これすごい綺麗にやってありますね。綺麗ですね、はい、グロスのブラックでめちゃくちゃラッピングだったりペイントを駆使してブラックアップされてますけど、うんうん、すごく綺麗に黒くなってると。あとはこの辺のオーナメントもしっかりブラバスの、はい、これも全部別売でございます、はいはい、そして汚れ回っててもいいでしょうか。早速で今回の車は当然ホイールもブラバスのものになっていると、はい、外装コンプリートですよね。そうですね、はい、でこちらが21インチのブラバスモノブロック M、はい、というわけで最近流行りというか、うん、もうすごいすっかりトレンドのこのディッシュタイプの、はい、でしかもこれ単造ですもんね。そうです、はい、単造になります。ここにしっかり書いてありますけど、プラチナムエディションモノブロック21インチ4自動ということで、はい、まあ、単造なんで非常に強度もあって軽量に作られていると、はい、であとは21インチが純正オプション最大サイズなんですよね、うん、そうです。なんで乗り心地だったりに関しても、まあ、あんまり逸脱してないんで、うん、この辺なんかもいいのかなと。で太さは変わらず255、はいはい、純正も確かに255ですよね。そうです、はいはい、こちらの方になってると。であとローダウンも少しされてますかね。これロアリング入ってるはずです。あ、入ってるんですよ、はい、なるほど、少しローダウンもされてると。いや、めちゃくちゃ上品ですね。なんかそうなんですよ、はい、でも S クラスらしい感じです。純正との違いはしっかり主張してる、うん、こんな足元になってると。であとは各部、うん、窓枠だったりだとか、あとサイドスカートも黒くなってますね。そうです、サイドスカート、それからドアのハンドルの、あ、
ここもか、はい、なるほど、ね、ここもしっかり黒くなってる。ただナイトパッケージ入ってないんでボディ同色になってると、はい、ナイトパッケージだとここ黒くなるんですよね。そうです、はい、というわけでサイドもしっかりメッキパーツが消し込んであります、はい、そして後ろも同様にモノブロック M の21インチで、こちら純正だと285だったと思うんですけど、うん、おそらくタイヤ交換されているようで295になってると。で後ろの車高もちょうどいいですね、はい、はい、こんな感じになっております。そして後ろに回っていくとこんな感じで、後ろもブラバスのパーツ盛りだくさんということで、はい、まず当然のブラバスエンブレム、はい、そしてあとエンブレムも、はい、そしてさらにこちら、これがあのブラバス の, そのチューニングキットをつけた時に装着できるエンブレムがついていると。で今回エンジンのパワーアップも同時になってるみたいです、はい、であとはこの辺しっかりブラックアウトもされてて、リア の, このバンパーインサート、うん、こちらもブラバス製の、これ結構出てるんですよね。結構出てますね、迫力すごいですよね。だちょっと動画で伝わるか分かんないですけど、うん、実車は後ろの迫力すごいですよね、はい、ではい、ちなみにこれも覗くとしっかりここにブラバスの刻印が入ってるんですよ、うん、だその辺なんか見ていただけると、まあ、本物なのかコピーなのか、はい、まあ、一目瞭然と。で当然本物ですからフィッティングもバッチリですね、はい。そして今回唯一ついてないパーツといえばトランクのスポイラーぐらいかなと、まあ、プラスアルファで、はい、まあ、付けたいとかっていうのがあれば言っていただければ全然その辺も対応できますんで、はい、お気軽にご相談ください。で僕の個人的な見解ですけど、多分トランクスポイラーだけカーボンになっちゃうんですよ。あ、はい、だ多分その辺を嫌って前オーナーさんはあえて付けなかったんじゃないかなっていうのが僕の見解です、うん、もしその辺あれば、はい、池田君にご相談いただければいいんじゃないかなと思います、はい。続いて内装を見てみたいと思います。池ちゃんこれ知ってますか、この外側のハンドル、はい、あの通常バージョンも本国か海外かとちょっとどうしか忘れちゃいましたけどあるんですよ。あ、仕様が違うんですか。そうなんです、要は日本だとこの出てくるタイプのドアハンドルしかないじゃないですか、うんうんうん、あの海外だと通常バージョンもあるらしいです、はい、僕そっちがいいです。僕もそっちがいいですそしてこっちのドアハンドルが、これがあの以前の紹介でもちょっと指摘してるんですけど、引っ張ってこうメカニカルに開くタイプじゃないんですよ、はい、これ引っ張ると中のスイッチが反応してこう電動でポコって開く感じなんで、はい、初めて開けると少し違和感があるのかな。そうですね、ちょっとこうどこでこう反応するんだろうっていう感じはあると思うんですけど。そして内装行く前にまずスカーフプレート、こちらもしっかりブラバスのスカーフプレートになっていると、はい、イルミネーション連動のタイプですね。そしてインテリア、インテリアいいですね。いいですよね、はい、あの223結構いろんな色あるんですよね。そう、多いんですよ。で茶色系ブラウン系とかも結構多くて、まあ、白の、まあ、このボディだと黒が一番しっくりくると思います。あと意外に真っ赤っかとかもあるんですよね。 ありますね、はいはい、で今回はもう王道というべき真っ黒黒の内装ということで、はい、まあ、いろんな方に乗りやすさもあるんじゃないかなと、うん、続いて乗ってみたいと思います。もう S クラスいつも思うんですけど100点じゃないですか。もう100点です、はい、もうさすがフラッグシップ。サイズ的なものだったりだとかパッケージ的なものに関してはもう言うことないですよね、はいはい、そしてちなみにマットもしっかり、そうなんです、ブラバスのマットになって、はい、これも地味に高いですから、ね、いい値段しますよね。そして使用感に関しては、まあ、若干、そしてシートはだいぶいいです、はい、で調整に関してはこんな感じ。これあれなんですよね、触ってって感じですよね。そうです、そうです、押してというか、はい、あのカチッとはなんないので、はい、そうですよね、優しく触れて調整する感じ。そしてもうあのはっきり言って全部ついてます、はい、そしてあのオプション関係に関してはあんまりないですよね。まあまあそうですね、はい、ただ欲しいとこは入ってるはずなので、あのパッケージオプションでいろいろあるぐらいなもんで、はい、まあ、当然あの安全性に関してはもう全てのものを標準装備、はい、まあ、あと快適装備に一部そのパッケージでつけるつけないぐらいかなと、はい、そしてあのちょっと大きいところでいくと 3D のメーター、はい、これが映像で伝わるかどうかわからないんですが、はい、このすごい奥行き感がある、もちろんこれ切り替えでオンオフできるこちらのメーターがオプション、はい、そしてあとヘッドアップディスプレイなんかもしっかりついてる。ヘッドアップディスプレイめちゃくちゃ見やすいんだよね。そう、そうなんですよ、はいはい、でこの 3D のやつに関してはあの多分賛否あると思います、はい、当然オフもできますん であとステアリングに関してもこの辺はちょっと、まあ、難しいですよね、人によりきり、はい、あの決して操作がしやすいとは言えないかなと。でも最近みんなこれですよね。もうそうなんですよね、はあ、まあ、物理機じゃないちょっとこう全体的にこう押すタイプのだと指紋がやっぱり気になっちゃう。そうですね、というわけでこちらのステアリングになってます。でステアリングはこの外側がウッドで、でこのパネルも今回この暗めなウッドのこちらの、これもいろいろパッケージというか のありますからね、はい、ピアノブラックのもあればいろんなのもあるんで。そうです、今回はこちらの暗めのウッドのこちらのパネルになっております、はい、であとペダル関係、はい、
やってまいりました。じゃじゃん。こちらもなんとブラバスのペダルがしっかりついてると、はい、アクセルペダルとブレーキペダル、はい、この辺の満足感っていうか、うん、変えた感はだいぶいいですよね。結構もうこのイルミノスカッププレートマットペダルでだいぶ変わりますよね。だからインテリアの演出もやっぱり重要だなと、うん、はい、こんな感じになってる。あとここ触れますかまあここはまあはい、あの例のナビゲーションでございます、はい、ここはてんてんてんって感じです、はい、ただいいと思うのは左ハンドルなんで右手操作なんですよ、はい、あ、そうですね、はい、そこに関してはかなりいいかなと。でここに関しては操作に関してはちょっと時代遅れな土屋としてはちょっとついていけないです、はい、まだそうですね、まあ、結局 SL とまだ223とかぐらいしか導入されてないのもあるので、うん、あ、でも206もそうですね。本当最近なのでまだちょっとあんまりこう慣れない部分はあると思うので、慣れるともうちょっと変わると思います。確かに、はい、あとはここの存在感、はい、この違うじゃん EQ シリーズとかと違って、あ、そうですね、こう別体になっててしかも角度調整もできないんだね、うん、というわけでこの辺は少し慣れというか、うん、割り切って使うのが必要なのかな。で今回の車はいろいろインターフェースが追加してあるということで、はい、というわけでこの辺は掘り下げませんけど、もう本当にタブレットと変わらない。そうですね、本当に反応なんかも変わらないですよねあんまり、はい、であとはここに大型の、はい、小物入れというかドリンクホルダーと、はい、あとワイヤレスチャージもついてて USB Type-C がコイン2系と、はい、そしてグローボックスセンターコンソールか、センターコンソールの中にはこんな感じで後付けされたそのインターフェースのリモコンと、はい、あとミラーリングできる、はい、iPhone のライトニングの方ですね、はいはい、こちらがついております。そして天井関係は、天井なんかマイクロカットはい、もあるんですけど、今回のはこのファブリックのタイプ、はい、そしてバイザー2枚のタイプですね。これそうなんです、来ました、はい、あ、池ちゃんの方でやりましょう、はいはい、バイザー 2枚タイプの、はいはい、これオプションですよね。はい、そうです、はい、パッケージオプションのこちらも入ってます。そしてこんな感じでサンルーフが、これがこんな感じで、はい、はい、もう物理機についてないんだよね。いや、あ、ついてんのか、はい、ちょっとタッチもついてるけど、はい、ジェスチャーでこんな感じで操作ができると。なんで少し慣れが必要なのと、まあ、使いこなすのはかなり大変かなと。そうですね、はい、こんな感じになっております。続いて後席見てみたいと思います。後席はもう池田君が乗り込んでるんですけれども、いかがですか。もう超ゆったりですよね。もうさすがの S っていう、はい、社長ポジションですね。もう足元のすごいですね、ゆとりが。しかもロングなんでなおさらもう何も言うことないぐらい、拳2個以上あります。さすが11センチのゆとりですね、はい、そして装備的なものは、装備ももう後席もシートヒーター、ベンチレーション、はい、あとショーファーなんでショーファーポジションに設定してるのも全然できますし、はい、じゃあショーファーポジションいっちゃいましょうポチッというわけで、倒しきるわけではないんですけど、前回まで助手席が前に行ってくれると、はい、足組めますね。組めますね、はい、これでも運転席の人って助手席のミラー見にくくなりますよね。確かに確かに確かに、あれまだ行くんだっけこれのはずです。こんな行くんだっけ、はい、で今、はい、僕の方がものすごく倒れてます。フットレストが出てきて、あれこれも出るんだっけ。出るはずです。ちょっと今靴履いちゃってるんであれですけどまあこんな感じ。これは結構な身長の人が乗っても多分くつろげるんじゃないかな、はい、ちょうど今フットレストが出ましたね、はいはい、というわけでヒゲちゃんは身長は169です。なるほど、全然170、180ぐらいの方でも、はい、はい、十分だと思います。そして当然のエアコン4ゾーン、そしてこれマッサージとかもついてるんだっけ。はい、ついてます、パネルの方でリラクゼーション、はい、これ見えるかな。なるほど、それなりにちゃんと押してくれてます。なるほど、簡易的なのは助手席の後ろの方が快適なんでね。そうですね、はい、こちらの方が。で運転席の後ろはその足元の膝裏のとかが、はい、少し省略されてる。そうです、ちょうどあるかな、はい、ドレストのところもなかったりします。はい、こんな感じになって、はい、であと今回前で触れるの忘れちゃいましたけど、ブルメスターもオプションがしっかりついてると。はい、これあれですね、なんかブラバスのエアロとかが入ってると
個人的なあれですけど、このアンビエントを赤にしたくなっちゃいます。ああ、じゃあ試乗の時は赤くしておきます。どうでもいいんですけど、はい、そして今回のお車は後付けでモニターが追加されているということで、はい、そうです、はい、リアのエンターテインメントも楽しんでいただける、はい、コーナー仕様になっております。はい、続いてトランク見てみたいと思います。はい、トランクはもう確認程度ということで、一応サイズの方が480リッターということで、はい、いろいろ積む車ですから、はいはい、ゴルフバッグに、うん、まあ、あとは旅行用のカバンだったり、はい、その辺便利に使っていただけるのかと。あとはこのスキートンネル、はいはい、そうですね、トランクスルーというか、はい、シート倒れないんですけれども、長物もいけるように真ん中が開くようになってますので、まあ、その辺なんかも便利に使っていただけるかなと。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。はい、エンジンの方が M176 エンジン、はい、あの M177 になると AMG ですよ、はい、M178 になると AMGGT ということで、はい、でこちらが M176 エンジン、排気量の方が 3982cc V8 ツインターボで、馬力の方が503馬力ということなんですけど、はい、今回あのブラバスのリアのエンブレムでも見ていただいた、パワーキットが付いているということで、はい、プラス47馬力で550馬力750ニュートンにパワーアップされてる、パワーエクストラっていうキットなんですけど、はい、あの金額がえぐいんですよね。みたいですね。ちょっとコンパクトカーだったら買えちゃうんじゃないのっていうぐらいの金額ということで、そちらも今回なんとついてる、はい、でエンジンの方はプラスして 48V のマイルドハイブリッド、はい、ISG がついてるということで、三菱電機製ですよね、うん、そのマイルドハイブリッドもついてると、はい、でこれによって20馬力と200ニュートンプラスアルファアシストされているそうです。はい、でこれに組み合わせるミッションの方が急速オートマンマックス250キロということで、はい、気になる走りの方はこの後乗ってみたいと思います。で、ね、はい、であとはエンジンのカバー、うん、これ赤いのが、まあ、ブラバスのパーキットが付いている証拠っていうわけではないんですけれども、はい、あのパーキットつけるときにエンジン の, そのカバーのここ塗りなさいねっていう指示が来るんですよね。うん、なんで指示通りにこれ塗ってベンツマークをちゃんとブラバスマークにしているということで、はいはい、しっかりパワーアップが入っている証になっていると、はい、こんなエンジンルームになっております。はい、続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。で今回はじゃあロングの快適っぷりをちょっと試乗でお届けするのと、であとは中でちょっと紹介抜いちゃいましたけど、もうメルセデス何がいいって、あの安全装備の差別がない。はい、そうですね、まあ、基本的にもう A から S まで、まあ、もちろんその車の車格に応じてついてる機能は違いますけども、うん、あの全部安全に関わるものに関してはもうフル装備、はい、でもう特に S に関してはもうメルセデスが考えうる全ての安全対策が講じられてる、はい、で、まあ、有名なところでいくとプレスエフってプレスエフサウンドって言って衝突時のその音から耳鼓膜を守るために逆走位の音がスピーカーから音が出たりだとか、はい、あとシートベルトがもちろん作動するのもそうだし、はい、あとサンルーフとか窓が閉まるのも有名なところですよね、うん、であと最近なんかちょっと事故の写真かな、ネットで出回って話題になってたんですけど、あの横からの側面衝突の時にもう避けられないってなったら、あの車高が上がって、はい、フロア の, その一番硬いところで受け止めるようになってるんですよね。へ、それが 0.1 秒で車高がアップして、要はサイドシールがバシッとぶつかるように、サイドシールが1万5000あるんで、すごいですね、はい、そういうのもしっかりついてると。いきましょう。はい、はい、でですね、まずあのシートポジションが高い。まあ、ね、もうちょっと下げたい。これはいきます。
はまあアップルカープレスね、はい、でインターフェースが今回ついてると、はい、はい、で普通のやつはこんな感じ。今回すごいね、だってドラレコもついててさ。そうです、レーダーもついてて、ドラレコもメルセデス純正ですね。ちょっとめちゃくちゃお金かかってるねこれ、はい、だってブラバスのパーツさっき再検査したら、あのフロント側は100万円はいかないです、ただ限りなく100万円に近い、うん、コーチに入れたら多分100万円です。さすがブラバス、ね、バンパーのインサートとあとリップと、はい、ボンネットのオーナメント、うん、はい、で約100万円ぐらい。だとサイドはパーツないんですよね、はい、でリア側のカッターと、はい、リアバンパーインサートと、はいはい、だとホイールがだって1本いくらだっけな、50万以上、だ4本タイヤ入れると確か250万ぐらいなんで、でなおかつパワーキットもついてなんで、改造費多分軽く500万円ぐらい超えてくるんじゃないかなっていう。で気になる後からつけるの大変ですよね、はい、そう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 、だこれを後からやろうと思ったら費用的にもそうだし、時間的にももちろん取り付け塗装時間かかるし、だとそのなんだろうな、すごい個性的なブランドとかそういうのだとやっぱり好み分かれると思うけど、もうベンツのもう直系とも言うべきチューナーブラバスですから。そうですね、もう名門というかもう本当知る人ぞ知るっていう、まあ AMG に並ぶもう本当に、うん、あれ池ちゃん聞いたっけ、一緒にさドイツ行った時にさ、はい、あのどこに行ってもあのブラバスはドイツで一番成功したチューナーだって。ああ、そう、はい、どこに行っても言うのね、うん、あんなに成功した会社はないって。そうです、ね、チューナーで、まあ、で、もうあの工場の規模見れば半端ないよね、メーカーですからねやることが。だ実際にあのメルセデスの特殊な車の製造はブラバスがやってるんですよね。うん、そうですね。プルマンもそうだし、はい、あと防弾仕様とか、はいはい、その辺なんかも全部作ってると。まあうちが今年オートサロンに出した XLP も見ていただければもうその辺は分かりますよ ね、完成度とこんな車作れるんだぞっていうのは。だ今後あれ系のがベンツから出てくるかどうか分かんないけど、まあ、少なくともポータルアクセル、はい、あれとかって実際 4x4 と全く同じ部品だっていう、あそう作ってる工場一緒なんでね、すごいっすよね。すごい。で車のレビュー一切してませんけど、はい、まあ223もまあまあもう登場してからというか発売してからはもうそれなりに21年かなんかに発表発売されてんだよね、はい、そうですね、だからもう3年だからそろそろ車検過ぎる車が出てくる、はい、うん、感じですけども、まあやっぱ400の方が、うん、多分需要的に、まあ、価格もそうですけど、うん、やっぱ需要が多いのはやっぱあると思うので、うん、うちも 400D がやっぱ入庫する機会はすごく多いんですけど。そうなんだ。多いです多いです。でやっぱ400は右ハンドルが多かったりっていうのありますけど、まあ、法人用途なのかなやっぱり。じゃあそうですね、まあ、あとはもうやっぱスーパーカーお乗りの方が普段あセカンドカー、そうですね、はい、まあ、これだけもう装備も何も文句なしでついてるので、うん、やっぱそういうのをまあ普段乗られてる方は多いですよね。出始め中古車市場も出始めた時はやっぱ高かったですけど、うん、その後が今少しもうだいぶ落ち着いてきて、あそうなんだ、はい、もう全然値段もいい感じになってきたので結構今は狙い目、はい、狙い目かなと。で4リッター V8 ですよ、はい、はい、ブラバスの某クラスは排気量半分になっちゃいましたけど、はい、そうブラバスのパワーキットでね、はい、47馬力アップ550馬力750ニュートンになっておりますんで。でもやっぱさすがですね、結構、うん、あのエンジンも振動も滑らかで、あのね良くも悪くも音が全くしない。そうそうなんですよねなんかこう見た目に反して、うん、そうね、うん、まあでも AMG モデルじゃないから、はい、そんなにこうたけだけしい音しても困るけど、うん、もうちょっと音に関しては、うん、クラスらしい音は欲しかったなってちょっと思うんですけど、まあ、そこに関してはもうだんだん価値観が時代とともに変わっていくところなのかなっていう。そうですね、めちゃくちゃ乗り心地いいなこれも。失礼しました。そうめっちゃ乗り心地いいですよね。どうですか後ろの人たちは。聞こえましたでしょうか。ちょっと今幻聴かな、いいですって聞こえたんですけど、はい、いやめちゃくちゃいいよね本当 に, 本当にリアシートは、うん、あの多分今使ってると思うんですけどあのリラクゼーションついてる、あマッサージと、はい、マッサージがでシートヒーターベンチレーション、はい、
と地味にいいなと思うのはこの助手席をちゃんと運転席からこう操作できるやつですね。そうですね、はい、そう、まあこれはもうあと性格出るところですよね、うん、え性格が出るところですね。メキ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 そうそういやそうじゃないそうじゃないそうじゃない、だから結構その助手席にこの手の車はやっぱり家族で使うってこともあるし、そうですね、もう奥さんだったりだとか子供が助手席にこう寝ちゃったりしてもこう手伸ばさないで、はい、ここでスッてこうリクライニングさせられるのはめちゃくちゃいいなって、はい、うん、あとはね思うのはね人間アップデートが必要、うん、あ、まあまあ、外のドアハンドルもそうだし、ね、このシートの調整もこの辺だったりも、はい、あの使えないそうですね、ちょっと慣れちゃうんでしょうけど、うん、そうね、少しこう違和感があるかな。ただステアリングのそのスイッチに関しては、うん、慣れると言っても結構こう狭いスペースに結構数あるじゃないですか、うん、スイッチが。そうね、だから走行中にねこのブラインドで触るっていうのは難しいと思う。そうなんですよ、やっぱ見ないとこれは操作できないかなとは思いますね、うん、ちょっと踏んでみていいですか。はい、ああま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 あ、わすげえむちゃくちゃ乗り心地いいなやっぱり。そうですね、何の不満もございません、乗り心地いい、めちゃくちゃいいよね。入ってるんですけどね、本当にもうめちゃくちゃ乗り心地いい。21インチだと思うよね。シートヒーターめっちゃあったかい、そしてステアリングももちろんあったかくなって、ここもあったかくなって、ここものはずです。あったかい、はい、そこもはずです。あったかい、ちょっと触って触ってください。あったかい、あったかいんですよ。あったかいですね、はい、だここもここもここも全部があったかい。だから個別じゃなくてこれシートヒーターボタンを押すと全部あったかくなるんだ。そうですね、ステアリングもウッドだからやっぱ少しでもこうやっぱヒーターあるといいですよね。確かに、あとね 4WS が漏れなく全部ついてるじゃん。そうですね、そうで最大 4.5 度ぐらいまで切れるのかな、うん、60度超えると3度ぐらいで同じ方向に切れる、はい、だその辺の動きがすごいのよ。あの目で見てすごいリアタイヤこう切れるの分かるっすよね。分かるよね、本当にね車がねもうスッて入ってくる、うん、あの分かる人は分かるですけど、このステアリングの打角がすごく少ないんですよね、うん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 、ちょっとここグイって切って。そうですね、結構これ今あんま外振らずに、はい、どこまでいけるのか。全然これ切り替えないでいけんじゃないの。全然余裕、あ全然余裕じゃん、これロングっすよ、すげえ。あれだってゲレンデ切り替えてるよね、確かに。ゲレンデ結構、うん、大変なんですよ、 そこ。いやすげえな。いやいいわ。あと土屋さん言ったらそのヘッドアップディスプレイがマジで見やすいです。めちゃくちゃ見やすいよね、はい、ちょっとこっからじゃないと伝わんないですけど、すっごく見やすい、綺麗で。映んないかな、映んないな。すごいこの4WS がめちゃくちゃ曲がるよねはい、もう基本的にもうどん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 このタイプになっちゃいますからね、うん、確かに。でエアコンをこの中に入れるのだけはやめてほしいんだよね。あま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 あ、物理的に欲しかったりは。あとはこのディスプレイがダメになったらエアコンも漏れなく触れないってことになっちゃうじゃんそうですね、そう、ディスプレイどうなんですかね、どんぐらいでダメになるというか。温度の上げ下げ、まあ、風の向きとか方向とかいいけど、うん、温度の上げ下げとその風量の上げ下げぐらいはちょっと出しておいてほしいなっていうのが個人的な見解です、うん、はい、まあ、本当に一個一個こう見ないとタッチができないですからね。そう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 、この手ずなんていうの、この触感だけでこう操作できないじゃん。そうですね、そう、これはメーターの中、メーターだ、うん、どっちディスプレイ、うん、なんかブラバスの外装コンプリート、うん、エンジンパワーアップキットが入ってるとは思えない、あ、そうね、感じですよね。まあ基本的に今回のそのパワーアップキットに関してサブコンだけなんで、はい、多分そんなに大きくいい意味で特性は変えてない、うん、けど0100がコンマ2秒ぐらい速くなってるのかな。あ、だから確実にパワーアップしてる、うん、あといいっすね、このブレーキのタッチがやっぱ S ですよね、うんうん、味付けが絶対不安にさせないよね。そうなんですよね、マッサージめっちゃ効いてる今。マッサージめっちゃ効いてるですね。あとはブラバスのこの外装っていうのが
いいかなっていう。223も正直こう見るようになってきたじゃないですか、はい、見るようになってきたっていうか結構見るじゃないどんなって、はい、でそこでこうなんていうの他の車にいい意味で紛れて乗るのも一つですけど、こうやってちょっと硬派な感じ、うんうん、まあそう言っても存在感すごいありますからね、半端ないね、うん、足元のこのモノブロック M も結構な存在感あるんですよね、うん、確かにうわっていう、うん、あとただこの車はちょっとまあ撮影に洗車して思ったんですけど、うん、ブレーキパッドが多分標準なのかな、うんうんうん、なので結構ダスト出るんですよ、あー、なるほど、なんで、まあ、もし気になる方は低ダストとかも検討いただいてもいいのかなっていう、結構なダスト量でした、まあ、ディッシュだと特にね中洗えないし、ね、そう洗いにくいので、まあ、早めにやってもらった方がいいかなっていう、はい、あとでもシートもうちょっと下げたいんだよな、高くない座面ちょっと、うん、もう少し下げたい、まあ、多分シートにいろんな機能が入っちゃってるんで、うんうんうん、このシート分の厚みが、ね、厚みがもうねどうしても、ただまあここのナビの画面とかも大きくはなってるんですけど、このフロントガラスのところに飛び出してこう視界に入ってこない分は確かにいいですよね、すっきりしてて、この出た時はここの高級感についてすごく言われてたけどね、うーん、まあ、ちょっとシンプルすぎる、222の時がこう結構湾曲したりとかしてましたもんね、うん、デザイン的に、でエアコンの吹き出しもこれとこれになったんで、うん、すごいこう、まあ、よく言えばモダンな感じ、そうですよね、悪く言えばちょっとこう高級感と違うんじゃないのっていう、うん、ありましたけど、スポーツプラスに変えました、はい、乗り味変わるかな、あと21インチだからか少しロードノイズは、あ、そうですね、そう車内にも入ってくるかなっていう感じはあり、ああでギアはやっぱ引っ張るんですね、そうなんだ、どうだろう、うん、まあもう全然、まあまあ、めちゃくちゃ速いんだけど、そうですね、全然不安にならないでもフォーマチックだから本当にそのままスーって出てきますよね、本当にわずかに V8 の音がフロロロンっていうのが聞こえるぐらいのもんで、これロードノイズは確かにタイヤもあると思うんですけど、スポーツプラスにしてもやっぱ足はそんなにこう突き上げっていうか硬くなったような感じないですよね、うんうんうん、まあでも車のキャラクター的にどうしてもコンフォートでエコーコンフォートスポーツプラス、はい、乗りたくなっちゃうですね、そしてじゃあ車両照明、あはい、はい、アンビエント裏バスさんで赤がいいです、はい、アドオフしておきましょう、じゃあこのぐらいですかね、はい、はい、明るさは全開です、はい、でこれあれですね、ですショールーム入れて、はい、あの一番乗りのお客様、はい、ご来店された時に好みじゃないっていうえブラバスですよってすみません、えげちゃん正直ブラバス本社に行ってみて、今回の動画ではカットされてるけど、うん、あの工場見学もしてるじゃないですか、はいはいはい、どうでした？いやもうやってることがメーカーと変わらない規模っていうのにまずびっくりして、あの想像のはるかに上を行ってるんですよ、本当にもう規模もそうですし、うん、設備もそうですし、あとやっぱすごいなと思ったらやっぱちゃんとこういう一流のところって、うん、あの職人さんのそのスペース、うん、作業してるスペースにしても整理整頓がすごくしっかりめちゃくちゃ綺麗なんだよね、とにかく綺麗で、まあそりゃいいものできるよねっていうのと、うん、まあ確かにこう値段的な部分も決してこう、うん、安くはないですけど、うん、全然納得、うん、まあそれなりにこうクオリティが保証されてるとか、うん、そういうのはもう肌で感じることができて、まあ、安心して逆にやっぱお客様にご提案できるなっていうのは、うんうん、あのちゃんと肌で感じて帰ってきましたあれはすごいよね、うん、本当に僕のイメージ、まあ、僕も父親があの W124 とか の、うん、あのメルセデスの AMG 未だに乗ってるんですけど、やっぱその世代の時って、うん、あのブラバスって本当にチューナーっていうイメージがすごく強かったんですよ、うんうんうん、僕もその頭でずっといたので、うん、あのメルセデスをベースにチューニングしてるブランドっていうのがすごく強かったんですけど、もう全部それがひっくり返された感じで、本当に一から作り直してる感じ、そうそうですそうです、
まあ、それはすごいなって、まあ、それこそ本当にさっきも言った XLP、 うちでオートサロン出させていただいた XLP なんかもその完成形、まあ、あれコンプリートかじゃないですか、本当にエンジンから内装から全部手かけてるコンプリートで、あれに限らずですけど、やっぱああいうものを見ると本物が何かっていうのを本当に身をもって感じられるので、まあ、なんでこのエアロパーツだけにせよ、あのパワーアップのサブコンにせよ、まあ、自信持って一つ一つ進められるパーツかなという感じですね。今気づいたんですけど、ちゃんとアイドリングストップしてるんですよね。あの再始動とかも、まあ、このマイルドハイブリッドってすごいスムーズじゃないですか。 ISG だからクランキングの音ないから、そうなんですよ。なんかこう気にしないと気づかないぐらい、だそれはねめちゃくちゃ思う、あのね、アイドリングストップ何がこう鬱陶しいかって、あのクランキングが鬱陶しい。土いつもオフですもんね。そう、必ずオフ。いやクランキングの音はしてほしいのよ、正直。エンジンかけるときに結局ブーンはしてほしいんだけど、自分以外にしてほしくないの。はいはい。勝手に何してんねん。何俺に言わずに勝手にエンジンかけてんだよってなっちゃう。そう。だから特に一番最初はもう絶対結局ブーンでかけたいんだけど、あの止まって急に信号待ちとかでかけないでほしい。だから必ずオフにするんだけど。これはどうですか ISG は。ISG は気にならないほぼ。ああ、だからもうオフにするとかもないですもんね。そう、本当に気にならないですよね。そこはよくできてる。まあまあまあ悪く言ってしまえばそういう楽しみはないけど。そうね、そうね。気になることもないっていう。信頼の三菱電機製なんで。はい。いやすごいですよね。ヘッドライトもめちゃくちゃアダプティブ動きますからね。じゃあその辺の機能はね、もうね正直紹介しきれないと思う。いやもうですよね。ここも使い切れないし、あの納車の時の説明がすごく大変な車です。ああ確かに、ね。はい。正直多分、説明しきれないので、やっぱもう使って覚えてもらうとか、そういう感じ、必要最低限というか、やっぱこうよく使うところだけご説明させていただいてっていう感じにはなっちゃいますね。スマホと一緒だ。そうですそうです。あと池ちゃんあれは？インロックしちゃう問題は？はい。最近言われる？いや。あります、未だに、やっぱこの引っ込むタイプ、飛び出るタイプのドアノブの、まあ、SL もそうですよね、結構インロックが発生してしまう、まあ、車内に鍵残したまんまドアバンって閉めると、はい、勝手にドアが引っ込んじゃってロックしちゃう。そうなんです。で開かないっていう。それなんでなの？なんかでもセキュリティの兼ね合いみたいです。安全上のそういうので、だから窓とか開けてても窓も閉まってっちゃうんですよ。あーなるほどね、はい。まあ、車屋さんあるあるでインロック防止でこう窓だけは開けておこうとかってやるんですけど、結局窓開けてても閉まってっちゃうんですよ。なるほど。なので223の S、あと SL、このドアノブがこう電子式でこう飛び出るタイプはちょっとインロック要注意なので、鍵は必ず持ち歩くか、車外に出しておくようにしていただいた方がいい。それディーラーさんでも納車の時に必ず言うんでしょう、インロックするから気をつけてくださいって、はい、あります。この本当によくあるので。というわけでじゃあその辺を気をつけて乗っていただいて、はい、はい。まあ、ちょっと今回すごくいい仕様の車、そうね、S580 なんで、ね、ぜひお問い合わせいただければ。金額は聞いてないですけど絶対お買い得だと思う。後からこれをやろうと思ったら、はい、もうえぐい金額になるから、はい、多分納得いただけるプライスで出せると思うので、ぜひお問い合わせいただければ。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ最後になりますけど、はい、いいですか僕から、はい。ブラバスやっぱりかっこいい、はい、少しこうなんか悪っぽいけど、はい、なんかこうすごい上品な感じやっぱりするじゃないですか、はい、で特に僕とイゲちゃん、はい、ドイツまで行って見てきましたけども、やっぱりその日本の認知されてるのと、まあ、現状少しまだズレがあるかなと、はい、ぜひなのでこれ乗っていただいて、うん、まあ後から多分本当に全部揃えようと思うと結構大変なんで。そうですよね、はい、今回はもう装着された状態でかつパワーアップキット入ってるってことで、なかなか探しても出てくる答えではないので、確かに、はい、ぜひお問い合わせいただければと思います、はい、というわけで今回はメルセデスベンツ S580 フォーマチックロングをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。